皆さんこんにちは、ビーズチャンネルのなごみです。今日は2つ穴の開いた長方形のビーズを使ってパラレルステッチのネックレスを作ります。このチャンネルは現役ビーズ講師チームがビーズの最新情報や作り方について発信しています。チャンネル登録をしてビーズ教室に通っているように楽しくご覧ください。糸端30センチのところにストッパービーズをつけます。はじめに長方形、丸小、青、黄色、青と通します。もう一方の穴を通します。丸小、青、黄色、青と通し、一番はじめに通した穴を拾います。これが1段目となります。丸小を2個通します。長方形、丸小、青、黄色、青と通します。もう一方の穴を針の向きを変えて通します。丸小、青、黄色、青と通し、初めに通した穴を拾います。丸小、青を2個通したら、1段目の丸小、青と長方形の間に渡っているこの糸ですね、この糸を向こう側から手前に向けてすくいます。引き締めるとこのように2段目のビーズが少し右下に来るように重なります。編み地を時計回りに回します。1段目が右下に重なっています。丸小2個、長方形、丸小、青、赤、青と通します。針の向きを変えてもう一方の穴を通します。青、赤、青と丸小を通し、初めに通した穴を拾います。これが3段目となります。丸小2個通し、1段下の2段目のこの丸小青と長方形の間に渡っている渡り糸を向こう側から手前に向けてすくいます。やはり右側の3段目が少し右下に重なるようになります。編み地を回します。4段目は3段目と全く同じ方法で編みます。丸小2個、長方形、丸小、青、赤、丸小と通し、もう一方の穴を通します。1、2、3、4、5段目と6段目は編み方は同じですが、この丸小の色が緑に変わります。丸小を2個通したら、長方形と丸小青の間の糸を、渡り糸を向こう側から手前に向けて拾い、糸をすくいます。編み地を時計回りに回します。5段目と6段目が編めました。編み地を回します。はい、これで8段編めました。このストッパービーズがついているところが1段目になります。1段目と2段目はこの丸小の色が黄色、3、4段目は赤、5、6段目が緑、7、8段目が白という配色になっています。この8段を1模様とし、合計8回繰り返します。この8段はおよそ3センチくらいになりますので、この8段を8回繰り返すと25センチくらいになります。これを2本作って後ろに留め具をつけ、この2本の編み始め側をこのような少しアクセントのあるビーズでつなぐとネックレスが完成します。パラレルステッチを使うと、この2列分が一度で編めてしまいます。また少し
立体的な厚みが出せるのもこのステッチの特徴です。ぜひ楽しんで作ってみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。